長賀屋は、中国東大の宮廷画家。慶長不満年県の出身。長賀屋の芸術創作活動は主に唐の開元、天保年間に集中している。長賀屋は、内廷でグ部しており、集計人でのガジカに任ぜられ、宮廷画家の職についていた。他は、貴族の死、女の絵に優れ、宮廷や牙で有名である。彼とやや後の死女画家の宗法は、 絵画史上で並び論ぜられる。彼の作品は現在すでに残っていない。二つの重要な本が伝わっている。層の基礎がンもしたという国府人ユーハ春ズと月レンズである。蝶ヶ屋の絵画の題材は宮廷内の人物の活動であり、彼の人物画は宮廷内に限られていた。しかし比較的膨大な情景を展開することにより、 多くの絵のジャンルの造形手法と表現技巧を手に入れた。蝶賀屋の精緻な画力は根本から死女画の人物画の中で重要な地位を確立した。死女画の多くは貴族の女性や宮妃やその他の女性の宮廷生活の情景を描いた。蝶賀屋の描くし、女のイメージと手法の作品中のイメージには共通性がある。 大体の女性は傲満で化粧が鮮やかであり、洋室は細やかで、色合いは均一である。長がやの死女がは、人物菓子で、大きな影響を与えた。月レンズ、国府人友春図、ありがとうございます。